アスワードは1975年にイギリスにて結成されたレゲエバンド。リズムブルースやソウルミュージックの要素を強く取り入れたサウンド作りで知られ通算21枚のアルバムを発売している。アスワードはノッティングヒルボードで有名なノッティングヒルで1975年に結成された。ノッティングヒルには第二次世界大戦の余波で イギリスへと移住してきたアフロカリブ系移民が居住しており、アスワドの主なメンバーも移民に過いであった。結成時のオリジナルメンバーは、ブリンズレイ、フォード、ジョージ・オバーン、ドラミーゼブ、ドナルド・グリフィス。バンド名のアスワドとはアラビア語で黒を意味する。結成から1980年代にかけて、ノッティングヒルボードの様子を歌った。 スリーバビロンなどメッセージ性の強いルーツロックレゲエを演奏していた。しかし、アスワードの楽曲の傾向は、イギリスの社会状況の向上に伴うかのように、ポップさを増し、1990年代以降はより、コンテンポラリーなソウルミュージック的傾向になっていった。ありがとうございます。